田市大山町の道の駅に今日オープンしたジェラート専門店。プロデュースしたのはイタリア出身で去年日田市に移住したサルバトーレ・クオモさん。日本や韓国などで250店舗以上のレストランを手掛ける世界で活躍するイタリアンシェフです。宝物そこら中にあるということですね。原料もすべて捨てるものではなくて逆に生かすっていう方の方が。県内の農家から規格外の果物を購入しジャムなどの加工品も開発しているクオモさん。今回店で提供するジェラートには梨やスイカなど地元や大分県内で採れた果物が使われていますが、こちらも傷があるといった理由で通常では出荷できなかったもので、まさに SDGs なスイーツなんです。味は6種類ありまして、梅味を試食させていただきました。うわ、美味しい。完熟した梅の甘みとそして桃のような香りが広がって清涼感がありますし、とてもうめえです。店内の照明には地元の温帯焼きが使われています。また床板の材料には市内の醤油会社から譲り受けたおよそ150年前の樽を再利用しているんです。店内も SDGs にこだわっています。飲食の場合全てのものに対することがその SDGs っていうものはやっぱり加えていかなければいけないので、果物をこれからやっぱりどんどんその世界に広げていく、これから世界一になっていくジェラートを皆さん食べてきてください。お待ちしてます。